What's up? めいめいをご覧の皆さん、お久しぶりです。みやびです。大家好。はい、inspiration to make Firebird、今回そうですね、I made them all in English and not English, in LA、アメリカで作りました。My inspiration というか、the concept of the album is like, なんだろうな、never give up.Like firebird, you can, you know, fly away anytime. 何度だって飛べるし、何度だって挑戦できる。ね、何度くじけそうになっても、何度失敗しても、心さえ、ね、your heart, your spirit さえ折れなければ、何度だって飛べる。うん、まあそういうこうなんだろうな、アティチュードというか、なんかこう、生きるということに対して、まあ、自分自身 の, その姿勢でもあるんですけど、まあ、本当にいろんな、まあ、楽曲を通じて根幹にあるメッセージはそういうものを意識しました。はい、まあ、自分自身もやっぱり、ね、いろんな制作過程だけじゃなくて、日々の暮らしだったり人生を通じてやっぱりいろんなことを感じるし、心が折れそうになる時もたくさんやっぱあるんですけど、でもそこでね、やっぱりもう一回飛んでやる、もう一回挑戦してやるっていうそのスピリットが本当に大事だと思うし、ここから先ね、どん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 重要になってくると思うんですよね。まあ、そういうものをね、ちょっとでも聴いてくれてる人たちの背中をプッシュできる、ギターで、音楽で、そういうものを作りたくて作りました。そうですね、今回まあ、She Don't Have to Dance っていう曲を作って、まあコンセプト、この曲のコンセプト自体がね、It doesn't matter who you are, you know, what you can do, what you have, no one cares, just be who you are, you know, it's all fine as you are. その、自分自身であることの大事さ、ね、何を持ってる、何を知ってる、何をしたか、それ関係なくて、ね、踊り方も一緒で、Even if you can dance, Even if you can't dance, doesn't matter. Just, you can just move. ね、本当にその踊り方を知らなくても踊れるというか、ね、型にはまった踊りじゃなくて、ね、自分らしく自分の自己表現、ダンスって僕はそこが醍醐味だと思うんですけども、そういう意味で今回ね、ダンサーだけじゃなくて関係なくて、みんなからの思いだったり、その表現、エクスプレッションを見たくって、そして僕も一緒に共有したくって、このコンテストをやりました。まあ、どしどしね、みんな本当に、It's fine even if it's weird. It doesn't matter. Who cares?、ね、自分らしくあれる、ビデオ、表現、見せてほしいなと思っています。はい、Miyabi moved to LA a couple of years ago, and then, ね、そこから、まあ音楽制作、そして、まあ娘たちの教育も含めて、いろいろやってるんですけど、やっぱりね、文化の違い、言葉の違い、cultural difference、本当にでかいし、自分自身も、それこそもう心が折れそうになったり、くじけそうになったりすることもたくさんあったんですけど、まあでも、as a Japanese, as an Asian, you know,We gotta go through その diversity みたいなものをね、感じながらも自分らしくあること Just be who you are, like what I said すごい大事なんじゃないかなと思って、うん、カルチャーショックもたくさんありましたけどね、うん、でもやっぱり誇りとで、あとは Just focus on your dream 自分の夢に向かって自分のやるべきことに、集中して、まあ、今もそうですけど制作をしています。はい、日本っぽさ、っていう部分に関してはまあ意識をしています。まあ実際ね、ギタープレイに関しても I got inspired by 三味線 Japanese instrument I got the idea to just to put your soul and then kind of like an explosion その爆発的なその
魂を込めその音に込めるっていう意味では三味線にインスパイアされたりもしてて、まあ、そういう意味でね、ロックミュージック、ファンク、パンク、whatever, just you know, all Western culture, 西洋の文化の中で自分がやる意義、ね、I can't play, right, like、Eric Clapton, B.B. King, Robert Johnson, there are already many, many great guitarists. で、その中で、as Miyabi, you know, like when I say, who you are,自分らしく、でそこがまたね、新しくその自分らしいスタイルにつな、がっていければなと思って今も弾いてるんですけど、まあ、そういうものってでも、なんだろうな、自然と多分出てくるもんだろうし、 You know, I just do whatever I can do and I just keep slapping the strings and that's who Miyabi is、ね、それで I just wanna make people dance all over the world 世界中をギターで踊らせたいし、with my guitar。 そう、なので、まあ、今も特にやっぱ外に出るとね、国の外に出るとやっぱ余計それすごく感じるんで、ね、The days and experience overseas outside of Japan made me realize more and more who I am and then what Japanese and what Asian is。 そういう意味で、まあ、日々勉強しながら、うん、戦いながら、もがきながらやってます。Of course, yes.、now, Miyabi is having Japan tour. A new beat, new feature in Japan. And then next year, 2017, February, Taiwan, 行きます Yeah, Miyabi is coming to Taiwan very, very soon.2017年の2月に台湾行きます。はい、あのアジアツアー、ね、含めてですけど、また新しい景色を共有できることを本当に楽しみにしています。Stay tuned and we gotta rock together, right? Just come to my show. 会えるよ、楽しみにしてます。みやびでした。シェイシェイ。